オーラとか、まあ、私たちにですね、細胞胸部っていうのがあるんですけども、この細胞胸部っていうのは臓器移植が開始された時に見つかりました。臓器移植を受けた人は臓器提供者と同じような思考、感情、夢、人格を持つようになり、食物の好みに出くることが多くのケースから主張されているんです。という感じでですね、この、臓器移植が始まった頃にですね、この細胞胸部っていうのがですね、見つかってですね、で、このサウスウェスタン大学薬部の発表によりますと、破壊的な細胞胸部を持つ人は、良好な環境に置かれても苦労しがると。それから健全な細胞胸部を持つ人は、さほど良い環境に置かれなくても成功していると。だから自分の中にある細胞胸部というふうなものをですね、破壊的なものからですね、健全なものに変えてあげればですね、幸せになれるんですよね。で、それはどうやってやるかっていうと、この私たち の, その潜在意識の中にまず、さまざまなですね、教訓が蓄えられて、それが成長していく過程でですね、全ての細胞にですね、行き渡るんですね。で、そうすると全ての細胞 の中にこの、遺伝子とかっていうの、 DNA とか遺伝子っていうのがありまして、この遺伝子をほどいていきますと、最終的にはこのところにありますようなですね、水素とか酸素とか窒素とかですね、炭素とかリンとかっていう、こういった原子でですね、構成されていると。原子の中にあるその電子というふうなものがありましてですね、この電子というのがこのすごい、性質がありまして、ある場所で2個のこの素粒子、電子と同じなんですけど、同時に発生させたとしますと、するとその後その素粒子がたとえ何万光年離れていようとも、その偏りが変化するとその情報が瞬時に伝わるという、これがですね、物理学の非極材性という法則なんですね。量子力学という物理学がですね、最近盛んになってきたんですけども、それで分かったのが、この同時に2個の素粒子を発生させたとすると、片方は右回りになると反対はですね、左回りになるというのが基本的です。これが変わるとこれが変わるとということは、私たちのこの、DNA の中にですね、ものすごくたくさんの30億個の塩基列があるというふうに、これが30億一つの細胞の中にありまして、体の中に40兆の細胞があるんですね。ですから、ものすごくたくさんのこういうふうな対のですね、対の電子をですね、自分たちだけじゃなくて人間同士、あるいは植物というものでですね、多くの細胞の中にですね、この対になった、だから私と妻とかですね、私と皆さんとかですね、そういうのでですね、この片っぽが変わると片っぽ同時にですね、変わってくるような素粒子がですね、実はたくさんお互いにですね、存在しているわけですね。で、それをですね、ロシア科学アカデミーのポポニン博士とガリル博士がですね、DNA は遺伝情報の、遺伝情報の伝達以外にも、さまざまな情報伝達の役割を持っていることを証明しましたと。DNA には送信と受信の働きがあり、万物とコミュニケーションしているんですよと。ですから、よく我々はみんなつながっているとかというのはですね、こういうふうな量子力学が進歩してきて、あるいは生物学が進歩してきてですね、それでつながってるってことが、スピリチュアルの世界じゃなくて科学の世界でちゃんとつながってるってことがこのところで分かってきたんですね。で、そういうふうな、のでですね、我々の周りに出ているエネルギーというふうなものを、このですね、オーラというふうにですね、呼んでるんですね。